中央アジアを歴訪中の安倍総理大臣は、日本の総理大臣として初めてタジキスタンを訪問しました。1998年に国連の停戦監視活動で亡くなった秋野豊さんを称え、喧嘩を行いました。国連職員として停戦活動を行っていた秋野豊さんは、山岳地帯を走行しているときに武装勢力からの銃撃を受けて、他の同僚らとともに殺害されました。 安倍総理は、首都ドゥシャンベの国連事務所に飾られた、秋野さんを悼むプレートの前に喧嘩し,ました世界の平和のために貢献していく、その決意を新たにいた,しました首脳会談では、経済支援のほか、アフガニスタンから流入する過激派対策などでも連携することで一致しました。